スタートしました。茂る祭りだ。ポーンといいスタートを切りました。 まずは茂祭りだその内からは10番の浜菊さらに内から8番レッドルモンドスーッと先頭に立ちます2番手10番浜菊3番手は内1番審査9番のディリジェンテが続いてさらには11番サクラティンクル4番手スト14番茂祭りだそれをかわします直後には12番イングランドローズ内2番のストリートキャップ並んでいます2馬審相手5番ルナマジックの追走あとは3馬身差7番のウィンフォーエバーあとには13番スクリーンヒロインと続いて2馬審査内1番のサンマ アルバロン外には6番サンフラワー。あとは5馬。馬身6。馬身と相手3番の当選ユニバース4馬。馬身差4番の雪のマイクイーン、これが最高峰です。外回りの第3コーナーのカーブへと入っていきます。 8番のレッドルモンドが花に立ってリードは2馬身ぐらい残り1000メーターを通過2番手には10番浜クその後14番茂松リダ3番手1馬身内9番のデリジェンテ4番手その後ろ5番手に11番桜ティンクル外には12番のイングランドローズがそれをかわし上がっていって800を通過その後ろには内から2番のストリートキャップそれに5番のルナマジックが並んでいって第4コーナーをカーブ長い直線コースに入ります8番のレッドルモンド先頭600を通過 二番手には、外から14番のシゲるマツりだ。うちには10番の浜ギクさらには9番のデリジェンテ。横に広がって、12番のイングランドローズが、その集団の太めから伸びてくる。さらには5番のルナマジック。そして、オーストからは、ウィンフォーエバーですが、その集団の間狙っているのが11番サクラティンクル。残り300メーターになりまして、先頭は粘う8番のレッドルモンド。それに2番のストリートキャップ差を詰めて200を通過。9番デリジェンテが3番手。その後はちょっと離れて、イングランドローズ、ウィンフォーエバー以下。さあ、抜けたのは2番のストリートキャップ、庭師。 二番手には八番のレッドルボンドと九番ドリジェンテ。ストリートキャップゴールイン。二番ストリートキャップシンバ勝ち。